皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、ウォッチの生態系を再現した、このフィギュアセットです。ウォッチザロック、後藤ひとり、デフォルメフィギュアセット、ツチノコ&メンダコバージョン。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアニプレックスさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ウォッチちゃんこと後藤ひとりちゃんがデフォルメされたフィギュアとなりました。バカな。劇中で描かれたツチノコとメンダコとして立体化されていますよ。ちゃんとウォッチちゃんだと認識できるようにボディはピンク色でヘアゴムも装着しています。陰キャをこじらせたボッチちゃんの生態系がバッチリと再現されています。ふーん、いろいろあるんだね。手のひらサイズとなっているのでいろいろな場所に飾ることができちゃいます。お部屋の机や棚、それに職場のデスク周りなどに飾ればいつでもそばにボッチちゃんがいてくれる気分を楽しめると思います。このフィギュアを飾っていると思わず笑みがこぼれてしまうかもしれません。さらにボッチちゃんがいそうな場所に飾っておくのはどうでしょう。生態系を完全再現することによりお猿の世界観が味わえますね。ボッチちゃんの性格を考えるとゴミ置き場などに生息していそうです。いいね、好きだよ俺はそういうのが。メンダコのボッチちゃんのフィギュアでは背中にギターがあるのも再現されています。あなたの日常空間をボッチちゃんが可愛くて楽しく彩ってくれること間違いなし。お部屋の可愛いインテリアにしたりなどお気に入りの場所に飾ってあげてください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアの予約は7月30日までです。こちらは2024年4月に発売です。そしてお値段は5500円です。このフィギュアセットをお迎えしたらボッチちゃんをいろいろな場所に飾ってSNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければその紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。